びっくりテーマびっくり文文書たかしです。ということでですね、今日私ご覧の通り9分に来ております。現在ですね、本日朝の9時弱ですね、回ったところ9分なんですけども、まあ、今日はねあいにくのこの大雨でね、まあ、ちょっと9分はね雨が多いっていう印象があるんですけど、でも見てください、綺麗じゃないですか9分本当に。ということで今日は新平市ルイファンに位置する山あいの町9分へ来ております。9分といえばやはり世界的に有名なあの宮崎駿作品千と千尋の神隠しのモデルとされたことで有名な観光スポットですよね。9分といえばですね、たかし部長日本人フレンズたちもですね必ずと言っていいほど来たい場所ですね。僕の何度も来てそのためにこう新しい9分の美しさを発見できるんですよね。本当に9分って美しいところだと思います。本当に美しいですね。はい、任務だじゃないよ。もうせっかく9分を感じてたのにさ、もう本当にタイミング見てちゃんと本当に、まあ失礼しました。まあ、じゃあ今日もねじゃあしっかりと任務をやっていきたいと思います。はい、じゃあ任務こちらでございますね。はい、9分あ失礼いたします、すみません失礼します。はい、9分の任務こちらでございます。食べられるピンクのパンダを探せ。いやこれ簡単じゃん。簡単じゃない。俺分かったよ。俺今日冴えてる、分かったよ。何なんですか。フードパンダでしょ。食べられるって言ったらこう食事関係でしょ。でピンクのパンフードパンダ、シャニムクリアということで、では今日はありがとうございました皆さん。ありがとう。ありがとう。これ共産じゃない。あ、共産じゃないの。共産じゃない。あ、なんだびっくりタイム、ついにフードパンダと共産じゃないの。たかし部長、決して共産ではないですからね。するとここでスタッフが台湾バラエティ番組ではおなじみのチャンスか運命の二択ヒントが。まずはチャンスを選択した部長、一体どんなヒントが待っているのか。じゃあちょっと行きます、開きます。ちょっとお前らこれ何でつけたんだよ本当に。お前何で作ったの。じゃあ行きます、開きます。こちら、じゃあ OK です。いやちょっと待って、またこれあれでしょ、お前あの胡蝶の龍波さんでしょこれ。いつもほらもうなんで毎回こう龍波さん呼ぶの。ちょっとさ言ってんじゃん、ちょっとやりづらいんだって。気使うんだよ。チャンスじゃん、全然チャンスじゃないよ、ピンチだよ、逆にピンチだよ。え、他に逆にじゃあ運命は、運命めくっていいの。そんなに言うなら運命の方もめくっていいですが、部長もうチャンスの方は選択したらダメですからね。運命で決定ですよ。え、美人さんこれマジで。いやちょっと僕運命でいきたいと思います。運命こちらでございます。いきます、いきます。はい、おめでとう。運命の人じゃねえお前マジで。なんちょ待って、これダメでしょお前。これお前何して。ちょっと待って機械の方これめくっていい。ちょっとお前、え、ちょっと待って、これどうせこっち、お前どっちも龍波さんとかそういうパターンなんでしょ。お前らのいつものパターンで本当に。え、こちら、ちゃんとやるなよ。ちゃんと顔交換するなよ。部長、番組からのおもてなしですよ。ふざけん、え、ちょっと待って、じゃあ何今日これ、う、え、何そういうこと。手伝いさんです。マジかよ、いるの、いるの、どこにいるの、マジでいるの。ちょっと、なに。何か文句ある。何だったの。何本当に持ってらっしゃいますね。せーの、はい、おはようございます。おはようございます。龍波でございます。はい、今までにも数々の場面でたかし部長をお助けしてきた私龍波渡辺が本日も部長のお手伝いをさせていただきます。今日は一体どんな任務が待っているのかしら。どんな任務であろうとクリアしてみせます。今日の任務がですねこちらになっておりまして、食べられるピンクのパンダを探せ。パンダそんなの簡単じゃない。マジっすか。うん、だってフードパンダでしょ。先生お借りしてもいいですか。なになに、失礼いたします。え、違うだろう、共産じゃないですからね。共産じゃない、違うんですよ。ピンクのパンダって言えばフードパンダしかないじゃない。いやそうなんですよ、俺もそう思ったんですけど、うん、違うって言うから、うん、なんでそんな。フードパンダじゃない。フードパンダと共産かと思ったらどうやら違うみたいね。ピンクのパンダって一体何なのかしら。
リュウハさんも同じボケをするとは思いもしませんでした。そんなことよりも今回の任務難しいな、ちょっと道行く人に聞いてみようと思うものの、この大雨のせいで全く人が見つからないな。これは出だしからかなり大変。あそこに人が、すみません、こんにちは、失礼します。あれ、すみません、ここで合ってるんですかね、わかんない、ここ工場だよね、工場ですよね。いや、すみません、すみません、あ、こんにちは、こんにちは、こんにちは、すみません、失礼します。あのちょっと今探し物してまして、今日僕たちあの食べれるピンク色のパンダを探してるんですけど、あ、ピンク色のパンダね、そう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 、あるわよ、あるの、でも今日の分は全部売れちゃったの、今ここにはないわよ、せっかく見つけたのに、え、どうしよう、急いでるの、そう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 、そうしたら一緒に作ってくれたらあげるわ、あ、本当にいいんですか、私たちがかまぼこ作るの、そう、でもやるしかないんです、やらないとシアバンできないんですよ、シアバン、そっか、うん、今日の仕事だもんね、仕事ですか、いや、秘書だもん、頑張んなきゃね、お願いしますよ、かまぼこ作り、はい、ぜひ教えてください、はい、いいの、はい、でもその格好はダメね、ダメ、あ、ダメ、これを着てもらうわ、あー、こうやってね、まあ、衛生上の問題ありますから ね、 ね、食品工場だからね、はい、そうしたらこれに着替えてちょうだい、はい、お二人さん、食品工場だから衛生面には気をつけてくださいね、帽子をかぶって白衣を着て、さあそれでは早速中に案内してもらいましょう、 OK、 じゃあちょっとね、行きましょうかね、はい、行きましょう、ちょっと待って、靴、皆さんほら、専用の靴、靴があるのね、皆さん専用の靴履いてらっしゃるから、靴ですね、使えないとそうですね、おっと部長、失礼失礼、まだ長靴に履き替えていなかったですよね、長靴に履き替えたらこれで準備 OK、いよいよ工場の中へ案内してもらいます、まずはエアーシャワーで体中のホコリなどを飛ばします、続いて手洗いをしっかりと行い、漂白剤の入った水で長靴もしっかりと洗います、え、先生なんで針線持ってるの、まずは高速かき混ぜ機を見せればね、練り物の原料は全てまずはこれで混ぜているのよ、タラと糸よりでできてるの、あー、タラと糸より、実際に見せてあげるわね、うわ、すごいすごい、ぐるぐるぐる回ってる、ここから出てくるのよ、びっくりした、すごいすごい、わ、でもね、これそのタラと糸より使ってるって言ってたじゃないですか、なんでその魚なんですか、2匹とも特徴が全然違うのよ、タラは綺麗な白色をしていて少しもちもちしてるの、糸よりはインド洋の魚なの、糸よりはその香りがとてもいいから、2つを合わせるととても良いハーモニーを醸し出すの、なるほどね、匂いいい香りがいい、触ってごらん、はいはい、じゃあ触らせてもらおうか、いいわよ、すごいもちもちしてる、すごいすごい、豆腐みたいでしょ、うん、そうですね、豆腐よりももっと柔らかい感じですかね、高速かき混ぜ機でペースト状にした後は型取りの作業をしていきます、先生いきますよ、先生ほら行きますよ、びっくり台湾って書いたんだけどなんでびっくり台湾で、どこ、え、ほらビーツクリびっくり、あ、いやー、はい、行きましょう、先生行きましょう、行きますよ、はい、先生遊んでないでしっかりと見学してください、これを着て、すいません高木部長、はい、こちらゴミ袋でございます、ゴミ袋、はい、差し上げます、はい、ゴミに入って、お、ゴミに入ってすごいこと言ってますよ、どういうこと、だからゴミ袋に入って、お、あそこ入ればいいんですか、そうゴミだから、ちょっと待ってください、先生、僕がゴミだとしたら、はい、クミどうなんですか、グミ、大ゴミ、大ゴミ、社会ゴミ、社会ゴミ、なるほど、電話しなきゃいけない、業者に頼まれて持ってきたんですね、わかりました、これ何なの、これ何なんですか、ここでの作業は洋服に汚れがつきやすいの、特に水が飛んでくるのよ、汚れを防ぐために着るのよ、ゴミ袋じゃないですよ、あら、ゴミ袋じゃないの、失礼しました、冗談はその辺にして、汚れ防止のビニールを着たら、続いてはいよいよ型取り作業です、
これを使うのよ、これを。これを使って作業するのよ。これもしかしてこのエアロディエ、エアロディエ、知ってる？これ、パリセンじゃないの？先生、先生、エアロディエ、エアロディエ、エアロディエ、先生、します？エアロディエ。遊んでないで、ほら、運んで、運んで。失礼しました。達人がおっしゃるには、続いてペースト状にして蒸した材料に色付けをしていくそうです。色付けした後は型取りを機械が行い、それを拾う作業です。するとここで達人から任務が。一体何？いきます。はい、頑張って部長。はい、頑張って頑張って。結構しよう。ほら来たよ、来たよ。ちょっとちょっとちょっとほらほら、せかさないで、せかさないで。はい、来た来た来た。はい、ちょっと先生、先生、先生も。あ、じゃあ私も。じゃあ、はい、先生、はい、先生、先生。はい、はい、はい、はい。オッケー、オッケー、オッケーじゃないですか。いきなり失敗する先生。お二人さん、ふざけないで、ここは真剣にやってよ。オッケー、もちろん先生、先生、あっ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 、ちょっと待って、いや難しい。これ大丈夫？ダメダメダメだって。ちょっともうじゃあお願いします。お願いします。見た目よりも難しくてびっくり。ただただキャッチすればいいだけじゃなくて、取り方にもコツがあるんですね。キャッチした後に冷蔵庫で熟成させます。熟成させた後にこの長い長いロブスタースティックを見慣れた長さに切っていきます。わ、なにこれ、すごい。こんなに飛び出してくる。なに、なに、なに、なんかかわいい。さっきはまだペースト状で柔らかかったけど、熟成することで硬くなるの。それを次は切っていく作業なの。これさっきあんなに柔らかかったけど硬くなってますね。もう食べれる。ねずこやりたいですか、次は。ねずこ、ねずこやりたかったよ、ねずこ。ゴリッコ、ゴリッコだよ。あら先生、ねずこちゃんスタイルなかなかお似合いじゃないですか。続いて2人も切るのに挑戦。はいはいはい、これを気をつけてね。大丈夫、大丈夫。いやいや部長、機械が切ってくれるのにこんなことあります？リュウハさん、代わりにお願いします。3本ずつね。あ、結構重いんだね。ああ、うまいうまい。あ、でも今1個失敗した。先生、まさか先生まで失敗するなんて。見た目より意外と難しい作業なんですね。ねずこ、やめろ、やめろ。やめろ。ねずこじゃないですよ先生。これ以上食材無駄にしたくないので、残りはプロの方々に任せましょう。それにしても難しいんだな。すいません、すいませんでした。ごめんなさい、本当に不吉祥で。ただね、うん、違う、俺たちほらピンク色のパンダ探してるんです。 なんでこんな今日これ作りに来たんじゃないよね。そうですよ、ピンク色のパンダちゃん。ごめんなさい、毎日この作業をしているから癖でこの作業をやっちゃったのよ。これから見せてあげるわ。あ、本当ですか。すいません、ありがとうございます。この後、かまぼこ作りに挑戦。はい、なんだか攻めよう。出す、出す、マンゴー。さらにパンダのことを発見。いた、いた、いた。これ我们都在挑战嘛，大神，等你来开房。想开房插花摸一把吗？我们都在挑战吧，大神 APP 等你哦。粉丝们看得还喜欢吗？如果你喜欢的话，请记得订阅国新卫视 YouTube 频道，并开启小铃铛哦。少しずつピンク色のパンダに近づいている感じがしますね。二人とも頑張って。お願いしますね。この材料、これ何なんですか？カラと糸よりで作られたものよ。はい、あ、さっきのやつですね。混ぜたものなのよ。ちょっ
同じものだけど赤色に色付けしたものなのよ。これ手作りで作れるの？すごい証拠んだ。手作りよ。すごい。日本で学んだのよ。日本でやり方を学び、台湾にその技術を持ち帰ったというこちらの手作りかまぼこ、どうやって作るのでしょうか。先生、これもうあれじゃないですか。せーの、火の用心。失礼いたしました。はい、失礼しました。さあ、気を取り直して手作りかまぼこ開始です。まずはヘラを水で濡らし、白い方の材料を適量取り、テーブルの上で薄く伸ばしていきます。2人とも頑張って。こうやって上に押し上げるのよ。こうやって押し上げるの。そうなんだ。簡単に言うけどね。いや、難しいですよね。乗っけて乗っけてって簡単に言われてもね。本当に手作りなんだ。こういう感じ。大丈夫先生それ。なんで？大丈夫それ。綺麗に整えてね。いや、これでも難しいよね。タイナンナバー。でもよ。ラオス。ラオス番号。もう番号番号番号。タイナンナ。部長、さすがの僕でもフォローできないくらいひどい出来栄えですね。それだけ難しいってことなんですね。これ冗談ではなく本当に難しいんです。ヘラに水分がついてないとくっついてしまい、整えようにも整えられないんです。とはいえ部長、初めての私でもここまでできるんですから、さすがに部長が不器用としか言いようがないですよ。形が整えられたら、続いて赤い方の材料を同じように机に伸ばしていきます。適度に薄く伸ばしたら、先ほどの上に同じ要領で乗せていきます。え、ちょっと待って、無理。じゃあこれの上に。うわ、難しい。やりづらいわ。皆さん大苦戦していますね。達人も思わず辛いとこぼすほど難しいんですね。ん？達人も難しいと思うの？え、これでも本当に手作りでやってるんですか？すごい大変。人生なんか超めっちゃ小根そうだ。本当に違うわ。手作りじゃないわ。機械の方が早いわよ。間に合わないわよ。え、手作りじゃなくて機械で作ってるの？どういうこと？体験させてあげたの。手作りが大変なのが分かったでしょ。先生、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に難しいです。見てください。本当に本当に難しいです。でもね、三條さんね、僕ね、さっきね、あの桜の形のっていうのかな、かまぼこを ね、食べたんですけど、それってここにあるんですか？あるわよ。作りたい。これは桜の形の型なのよ。あー、なるほど。綺麗でしょ。これ何なんですか、これ。かまぼこを作る際に使う型よ。かまぼこの機械の型抜きだ。型抜きなんですね。型よ。この形になるの。あー、なるほどね。これはかまぼこを作る際に機械につける型なんだそうです。どうやら他にもいろいろな種類の型があるそうなんです。何の形よ。何何何の形なの。ナルトみたいな形じゃない。ナルト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 ですか。あれはね、あれはもしかしてじゃないですか先生。来るかな。来るんじゃないですか。私たちが探してる。これは花よ。あ、違うんか。花よ。花、桜、お花。あ、お花ですね。綺麗綺麗。はい、それも素敵よね。素敵なんだけど、私たちが探してるのが、そうあのよ、ピンクのパンダの形のやつありますよ。変本さだ、変本さだ。あるよ。パンダがあるわ。あれ？わお、ジョンマーだ。ついにパンダの形発見なるのか。果たしてその形とは。いたえ、これ天本様。ほい天本さん、作りに行きましょうか。やったー。マジでやった。でも私たち、こんなにひどいんだけど大丈夫。これ僕後で持って帰ります。ついにパンダを発見した2人、ゴールはもう目の前です。これを見て、ここにパンダの型をつけて色をつけて作ればパンダになるのよ。なるほどなるほど。あ、本当？見ていいですか？見ていいですか？うん。本当に？いる？どこどこ？いません。ああ、いたこれですよ先生。これ探したよ。先生、待って。イエローカー。
ちょ、いいじゃないですか、喜びを分かち合いましょうよ、そこは。イエイ、これでね、イエーイ。ということで、見つかりました。やったやったやった。2人ともおめでとう。ピンクのパンダを発見。でもこちらのかまぼこはまだ完成しておらず、40度のお湯で30分放置し熟成させ、その後約30分ほど蒸し器で蒸した後に機械で均等に薄切りをしたら完成。食べられるピンクのパンダがついにその姿を現します。一体どんな見た目なのでしょうか。いっぱいいるよ。いたよ。やった、ピンク色の食べられるパンダ発見した。私みたいなね、おばさんだったらいいけど、若い女子にそんなことしたらダメですよ。じゃあもうちょっとこっちでいいや。ありがとうございます。優しい。ありがとうございます。ありがとうございます。一応ですけど、一応、え、これで正解でしょ？うん？なんだよ、もうそのユーモア入れてくるんですよ、たまに。これ正解。やるなー。おめでとう。食べられるんですか。食べられるわ。そうなんだ。じゃあ食べてみようか。あ、食べるんですか。先生やっと食べれるよ。いかがですか。うん、いい香りがして美味しい、うん、新鮮な。あ、すごい香り、美味しい香りがいいの、うん、あの可愛いだけじゃなくてちゃんと味もしっかりして美味しいですね。あの、うん、作りたてだからか匂いがすごいする。そうそうそう、ちょっとあったかいんだよね、それで。うん、美味、うんうん、しい美味しい、ありがとうございます、ありがとうございます。いえいえ、おめでとう。せっかくだからこれらを使った美味しい料理を食べていきなさいよ。練り物、カズボの火鍋よ。おお、よっしゃ、行く行く行く、お鍋、行く行く行く、行こう行く行く行く、先生、ありがとうございます、ありがとうございます、やった。日本のかまぼこの食べ方に関してお二人に聞いてみましょう。かまぼこって私の中ではちょっとお高いって感じがあるんですよ。あ、そうなんですね、うん、でも台湾だと割とこう、台湾の方って例えばそれこそラーメンに入ってたりとか、はいはいはい、鍋に入ってたりとかするじゃないですか、うんうんうん、これはすごく台湾だなって僕は感じてるんですけど、うんうん、僕のイメージは、うん、やっぱりあの小さい頃ですね、うん、うちおやつ代わりにかまぼこが冷蔵庫に入ってた。嘘でしょ。本当に小さい頃高いもの売ってたんですけど、一回入ってて、あ、じゃあご実家お金持ち。いやいやいや、全然全然全然、そんなことない、そんなことない。いやいやいや、だってかまぼこがおやつ。いやいや、でも本当にこうタッパーに入ってたんですよ。で、僕はそれをそう醤油とかにこうつけて食べるのがすごく好きだったんで、うん、私とかはかまぼこってこうピンクと白で紅白だから、うん、そうですね、お正月の時にね、こう綺麗におめでたいっていうことで並んで出てきたり、うん、あとはこうかまぼこの名産地に行った時に名産地で買ってきたり、あるいはいただいたりするっていうイメージで、そう、だから、ね、でも食べ方はお醤油、あとわさび、はい、わさび醤油、そう、たまんないんですよそれ、ね、あ、食べたい、それが食べたい、それ今、うんうん、そういう食べ方ですよね。台湾の方はどっちかっていうとお鍋に入れたり、ね、ラーメンに入れたり、あ、分かった、台湾の人って冷たいもんあまり好きじゃないから温かくして食べるのかな、ね、日本人はかまぼこそのまま冷たいまま食べますよ ね、 そうですね。でも今日もいろいろあえていろんな種類見れたんで、うん、また今後も他にもちょっと食べてみたいなと思いました。そうですね、うん、本当ですね、かまぼこに対してなんかちょっと専門家になったような気がします。はい、うん、いやー、ということでありがとうございます。じゃあ行きましょうか、せーの、いただきます。ということで、はい、いや、美味しそうですね。すごいカラフルで綺麗ですよね。本当ですね。あ、来ましたね。パンダちゃん、パンダちゃんだ、パンダちゃん、ありがとうございます、ありがとうございます。パンダちゃんがいましたよ、はい、早速。すいません、いただきます、任務いただきます。いただきます。あ、お鍋にするとちょっと味が変わりますね。やっぱりお鍋のスープの味がしっかりと染み込んでて、噛めば噛むほどスープが出てきて、うん、すごいなんか味が染み込んでて美味しいですね。美味しいですね。お魚の味とこう混じって、うんうん、とてもいい香りもして、 いや今日はあのね、ほら、いろいろとこう、ね、ご紹介してくださったんですけど、ご案内していただいてありがとうございます。いや、すごい詳しくて、うん、何をされてらっしゃる。実はこの会社は私の祖父母の会社で、私は3代目なのよ。おじいちゃまが作った会社で3代目の、じゃあ社長さん、あ、社長さんだ。あ、すいません。あ、はいはいはい、あ、ちょっと社長さん、危ない、火が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 吹いてます。なんか、おーおーおー、ほら、社長さんの気に何も興奮してるよ、びっくり、ちょっと、
ここで社長さん直々に練り物のご紹介をしてくださいます。これはさっきあなたたちも体験したロブスタースティックよ。さっき作ったやつよ。僕初めて食べるかも。ねえ、これね、ねずこ初期ですね、もう本当に。いただきます。はい、うん、すごい、本当にロンシャの香りがすごい。本当に、うん、これロンシャ入ってるの？見た目よ、中にロブスターが入ってないわ。見た目が似てるでしょ。嘘？嘘っこ？どこに？どこに？色合いがロブスターみたいな色合いでしょ。あ、すごいそっくり。中にはトビコが入っているのよ。そうそう、これプチプチの。これ本当にあの僕すごいザ台湾っていう具材なんですよね、僕にとったら。この不思議な練り物に大興奮、まさかの事態に。大丈夫？今晚你有空来开房吗？挑战吧大神麻将手游即刻下载。哎，对了，还有台湾好书记有 IG 跟 FB， 也欢迎大家的追踪跟按个赞哦。無事任務をクリアし火鍋を食べる2人、すると日本人を驚かせる台湾の不思議な練り物を発見。これ何？わさびが入ってるのよ。わさび入ってんの？いただきます。わさび、熱い熱い熱い、大丈夫？あ、マジ熱い。こんなに熱い。でも、うん、わさびの香りがすごい。うん、見てほら、麺が。これもトビコが入ってるの。食べるとプチプチする。一個一個プチプチしてる。そうそう、じゃあ私はこのちょっとなんかおまんじゅうみたいな、これ何ですか？これいってみますね。本当に熱いですよ。ほら、溶けるチーズが入ってる。わ、ほら、これはこれ日本人好きな人多いんじゃないですか、うん、絶対、うん、日本人の好きな味よ。中からね、溶けるチーズが入ってるから召し上がるときは火傷しないように気をつけてくださいね。あら、優しい先生。でも美味しい。先生優しい。あら、そうなんですね。うん、続いてこちらの緑色の練り物、とても珍しい味だそうですが、一体これは何味なのでしょうか。じゃあちょっといただきます。シャンツァイだよ。あ、わかった。バジル。あ、そう、イタリアンバジルよ。ペスト、バジル。なるほど。ね、見てください。中もね、緑なんですよ。すごい緑。すごい。これ本当にバジル入ってるの？本当に入ってるの。すごい香りが。イタリアのパスタ食べてるぐらいの。バジル味の練り物なんてとても珍しいですね。続いては龍波さんがこちらのオレンジ色の練り物を食べてみることに。こちらはなんとマーラー味なんだそうです。そうなんだ、うん、これは辛いんだけど、辛さの中にいろんな味が。これもお魚、あのユーラー。そう、これもトビコが入ってるの。なんか魚とかして結構辛いだけじゃなくていろんな味がこうミックスしてるから食が進む味なんですね。オッケーオッケー。じゃあ社長さんの一番のおすすめはどれなんですか？何何？え、このトリュフ味よ。これごまじゃない？ごまみたいよ。ごまじゃないわ。そうなんだ、社長さんのおすすめいただきます。とても高いのよ。高いからね。鳥、なんか入ってるよ中に、うん、すごい、グラタンみたいな味がする。え、グラタン、うん、なにこれ、なにこれ。チャウダーよ。チャウダー、チャウダースープなのよ、うん、チーズとチャウダーよ、うん、トリュフチャウダー味よ。すごい意外な組み合わせ。とても創造的な味ばかりな練り物ですね。でもね、社長さんね、さっきね、今3代目っておっしゃってたじゃないですか。え、じゃあこちらの工場ってどれぐらいの歴史があるんですか？現在47年目なのよ。47年長いですね。うちは台湾で初めて日本流のかまぼこを販売した会社なの。かまぼこの、そう、かまぼこよ。あ、そうなんだ。最初はかまぼこ屋さんから始めたんですね。そうなの。それから練り物を作るようになって、中に物を包んでみたり、最近では小籠包の形を作ってみたりという感じよ。我
私は 3,4 年前に戻ってきたの。最近戻ったの。戻ってきた。じゃあその前は何それ。前はテレビの仕事よ。そうなの。記者をやっていたのよ。そうなの。記者さん。そうなの。あ、通りでお綺麗なんですね。あ、だから結構手慣れた感じで、そうですね、ご案内してくださったんですね。そうですね。なるほど。日本人もインタビューしたことあるわ。例えば江口洋介さんなのよ。江口洋介さん。あ、やばい、グレイさん。じゃあ、すごいですね、結構芸能人とかをね。じゃ今までにこうインタビューした中で一番こう有名な方ってどなたがいますか。私今は、うまいなー。分かってらっしゃるよ。ありがとうございます。調子乗らないようにね。はいはいはい、気をつけます。はい、電車に何もしてないのに調子乗った。いや、写真の一緒に。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は社長さん自らがかまぼこ工場を案内してくださいましたが、社長さんはなぜ突然実家の家業を継ごうと思ったんだろう。早速ご本人に伺ってみましょう。なぜ継ぐことになったかというと、2代目のおじさんが突然心臓発作で亡くなってしまったんです。58歳で亡くなってしまって、突然のことでその時跡継ぎもいなかったのよ。そうしたら、さっき手作りでかまぼこの作り方を教えてくれた彼女が連絡してきて、私に会社に戻って手伝ってくれないかというの。そういう状況だったから、会社のためにと思い戻って継ぐことにしたの。いや、でも大変だったんじゃないですか。全然違う業界からね。そう来て、なんでその先代はこのかまぼこ作りをやろうと思ったんですか。珍しいもの見せてあげるわね。何何何。30年以上前のものよ。なんかちょっと年季が入ってますね。年季がすごいですね、すごく古いものなの。あ、すごい、なんか年季が入ってる。すごいですね。その後新しい型を開発したのよ。それでパンダの型などもできたのよ。これも昔のよ。これ富士山。富士山。これ富士山だ。これ富士山ですよ。これ昔使ってた、以前使ってた。そうよ、これは祖父が日本に行って学んで持ってきたものなの。そうですか。だから30年以上前のものなの。そうなんだ。はあ、すごいですね。日本からやり方を学び受け継がれたかまぼこと練り物、許さんが社長になり変えたことがあるそうなんです。うちの練り物やかまぼこをもっと多くの方に知ってもらうために考え抜いて、袋をこういうデザインにしたの。おー、綺麗。なになに。食べたものよ。これ一つの袋の中にいろんな種類が入ってるんだ。そうだよ。そしてこれがさっき食べたチーズのものよ。あ、本当だ本当だ。ローストチーズって書いてある。ローストチーズって。より多くの方に親しんでもらうために、とてもおしゃれなデザインにされたそうなんです。食べきらなくてもいいのが便利ですね。これやっぱり若い素敵な社長さんのアイディアって感じしますよね。そうですね。素敵な女性のね、乳腺ね。そうなのよ、ちん乳腺だ感じ。ありがとう。かわいいかわいい。だって私だって買いたくなっちゃうもん、このまま。じゃあ買ってください先生、後で買ってくださいね。買っちゃう、買っちゃう。はい、買ってもらって、うん、でもね、本当にこのね、美味しいお料理から、こういったね、素敵な商品ご紹介いただいて、本当に、本当にありがとうございます。本当にありがとうございました。本当に今日は一日、はい、ということで、ここでびっくりタイムびっくり部長たかしからこのね、感謝状を送らせていただきたいと思っております。いや、まあ、今日はね、本当に朝からというか、まあ、途中からのこのかまぼこの作り見せていただいて、体験もさせていただけてね、普段絶対見れないような裏側を見せていただいて、ご迷惑をかけて、ね、不良品いっぱい作っちゃって、無料なご飯を失礼しました、本当に、はい、大きい心で僕たちをこう見つめてください。ありがとうございました。本当にどうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。いつでも来てくださいね。じゃあ、本当に先生、本当に来ますよ。本当に来ますよ。また挑戦してください。次はじゃあ頑張りますので、よろしくお願いします。はい、びっくり台湾の部長、びっくり部が抜けてるよ。びっくり部が、俺まだやっぱ無理だよって。俺別に部長、ね、いらないの。いやいや、お前、俺だから別に部長を交換するとは言ってないからね。言ったからね。言いましたよね。なんだよ、言ってないからね。言ってます。じゃあ巻き戻し見る。絶対言ってっから。もし負けたら
部長俺やるからね、本当。いいよ、いいよ。いいよ、いいよ、ね、お前もし、お前がもし立てるんだったらいいよ。言ったね、はい、言ったら忘れんなよ、お前絶対忘れんなよ。わかるわかる、いいよ。ほら見ろよ、あるちゃん。違うよ、そのお前のやる気を出させるために俺はそう言っただけだ。何も言っとうでしょ。でもお前がそんなに面白いものなんて作るよね、お前。そう思うでしょ、そこまでもう十分だ。お二人さん、これ以上オーナーさんを困らせないで。初めてでこんなにできてる二人ともすごいですよ。たかし、もう怒らないで。中国宮廷の王侯なら白菜鍋をあげるよ。いえーい、そうだよ、別もういいよ。じゃあ部長はいいよ、もうこの際だけど、俺はもう皇后の愛した台湾の酸っぱい白菜鍋をいただきたいと思います。お前は辛いの食っとけ。白菜方向鍋は中国の古代皇宮の美食。もともと皇帝皇后が愛した料理で、後に民間へ伝わったものなんです。こちらの白菜鍋は豊富な食材に新鮮な牛肉、羊肉などたくさんの肉類が特徴なんです。うん、美味しそう。和樹おめでとう。ゆっくりお召し上がりください。イエーイ。この顔です。食えよ、食えよ。いやいや、まあ、どっかトイレでも行ってください。いいよ、見させろ、食うことは。中国国語の方が近い、キャベツで作っているこのお湯の中に扉を入れていくよ。お鍋の中に白菜を入れていきます。お、香りが、あ、酸っぱい香りがもうある。ね、ね、ね、うん、酸っぱい、酸っぱい。今日は質のいい羊肉にこの牛肉、そしてこの豚肉を用意して、これらを少々じっくりと味わってみよう。おー、ありがとうございます。いやいや、なんの俺だって食べたいんだもん。カズキ、邪魔すんなよ。うわー、見てこれ、めちゃくちゃうまそう。これすごくない？もう油がさ、そんなないから、めちゃめちゃうまそう。いただきます。うわっ、ていうかさ、この酸っぱい味もちょっとしてめちゃくちゃうまい。あ、ムカつく。あのね、油が本当にないからすごいさっぱり食べれて、で肉がもうめちゃくちゃ柔らかいわけ。これはうまいわ。なるほどなるほど。じゃあちょっとね、その皇后が愛したという白菜鍋、僕もいただいてみたいと思います。お前に箸が必要ないのよ、今日は。なんでだよ、本当にダメです。オーナーさん、仕方ないな、一切れだけだぞ。いやー、オーナーさんが言ってんだからいいでしょ、これはもう。ダメだよ。ありがとうございます、オーナーさん、さすがですね。器の大きいオーナーさんがたかしに作ってくれています。ちょ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 、まだダメ、本当にダメ、本当にダメ。なんお前、お前ちょっと調子に乗らない。ダメ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 。王侯鍋は中国の宮廷で愛用されていた料理で、鍋の中には木炭が入っている。意味があるわ。それもこの筒は何か知ってる？知ってます、知ってます。これ知ってる、知ってる。これはまあ味をこう充満させて美味しくするためね、オーナーさん。あ、そうなんだ、ね。味とは全く関係ないね。おい、何なんだよ、お前は。これがあることで、下の火をこう上に押し上げる効果が。この蓋の意味は何でしょう？温度を調節するんじゃないですか？そうそう、俺もそう思う、俺もそう思う。乗っからなくていい。温度調節、正解。だから言ったでしょ、俺すごい。俺じゃ、俺だ。痛い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 。お前ここは触っちゃダメだよ。今日の弱点だ。今日は今日の一番の弱点。すいませんでした。どうしても食べたいとうるさいたかしに、和樹よりとある提案が。もしそんなに食べたいんだったらゲーム。あ、なんかあんのね。もうこれ素晴らしい。食べたい時はこうしろ、はい、お客さんとジェスチャーゲームをしろ、はい、2つとも挑戦成功でクリア。おお、こんな簡単なのいいのね。ジェスチャーゲームだよ。いや、任せてくださいよ。得意ですか、ジェスチャーゲーム。ジェスチャーゲームのたかしって言われてるからね。誰だ、巷で、みんな言ってそう言ってる。巷です。いや、いいんだよ、そんなこといいから。お題は何？お題は、お題はですね、こちら、はい、ピコ太郎さん。余裕余裕、もうこんなにいっぽいでしょ。そして、木村拓哉さん。いける？ちょっと考えだってさ、まあ、これさ、あの CM のやつ、こあー、ヤスミ？お、そう、髪の毛の CM のやつ。まあ
ね、二人ともさ、台湾で有名よ。そうそう、有名ですからね。いけるし、はい、これいけるよ、これは俺頑張れ。そうだよ。ということで、白菜鍋のためにジェスチャーゲームに挑戦することに。頑張れ。ニホタジム、ニホニホニホ。こんにちは。ここよくいらっしゃるんですか。よく来るわ。今リバ大学の一ヶ月で 3,4 回くらいね。おなんかあそうの。おいしいの。人間通せな。牛と羊よ。おいしいわ。ちょっとじゃあお姉さん、僕ジャゲを。あそうお前は。いいわよ。ダメダメダメ。まだ終わってないから。ズルしないでちゃんとやってくださいよ。僕と一緒に遊んでいただけませんか。ジェスチャーゲームをしたくて。可不可以跟我。ゲームはちょっと遠慮しておくわ。あらら、まさか断られるとはね。でもこの後モンゴル焼肉に通って40年のお父様を発見。我先模仿一个人。OK。然后可不可以帮我猜一下这个是谁？谁？对。OK。OK。頑張れ、高橋部長。那开始哦。キムラケン。おお、違う。違う。もう一回、もう一回。台湾の大ベテランの俳優を前に緊張してるんじゃないの、高橋。頑張って。これ、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 これ。待って。宮本武蔵。違う。違う。宮本武蔵は武士。違う。じゃあじゃあビエダル。ビエダル。これビエダル。これはわかるでしょう。ああ、これだペン。でで。寿司寿司。ガーナペン。でででで。ガーナアップル。アップル。でで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 。I have a pen. I have a apple.ペパイナポアポペはい、なんかすすしゃいこたろオーケーオーケーオーケーでしょこれいいでしょ、いやありがとうございます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 上手ですね上手ありがとうございますクリアと思いきやありがとうございますいやいやいや探し探しこれ2人だ2人あったらなんと2人とも正解しないとクリアならず大家不知道吧？第一个人，你们猜不出来。木村拓哉。さすが、ありがとうございます。ありがとうございます。先生。これでいいでしょ？これでいいでしょ？オッケー。オッケー。ありがとうございます。見事クリア、おめでとう。今晚你有空来开房吗？今晚你有空来开房吗？我们都在挑战吧大神 APP 一起开房插花碰碰红，等你哦！粉丝们看得还喜欢吗？如果你喜欢的话，请记得订阅国新卫视 YouTube 频道，并开启小铃铛哦！白菜鍋をかけたジェスチャーゲームをクリアした高橋部長。それではご褒美の白菜鍋お楽しみください。それにしても美味しそうだな、僕も食べたいな。クリアしてからこの白菜鍋食べていいよ。イエーイ、ありがとうございます。いただきます、いただきたいと思います。はい、見てごらん、この美味しそうな牛肉をこの鍋でこうやってしゃぶしゃぶするんだよ。それでは部長、ごゆっくりお楽しみください。これはこれくらいでいいんだよ、少し赤みが残っている状態。皇后が愛した酸っぱい白菜鍋のお肉いただきます。オーナーさんがしゃぶしゃぶしてくださったお肉、その味はいかに？鍋のね、この中の白菜の酸っぱさとごま油のなんかの香りがすごいして、これすごいマッチする。これは美味しいよ、カズキ。よだれ垂らして食べたいのか？君にはこの豚肉をしゃぶしゃぶしてあげよう。とても美味しいんだぞ、この豚肉は。豚肉は少し長めにやらないとダメだよ。せかすなよ。待ちなさい。オーナーさんのタイミングなんだ、タイミングは。豚肉はじっくりとしゃぶしゃぶするオーナーさんにしびれを切らす、カズキ。僕も見てるだけでよだれが止まらないよ。
豚肉は一体どんな味なの？白菜と豚肉だよ。はい、食べます。美味しいぞ。いただきます。さあ、待ちに待った白菜と豚肉をカズキが一口でパクリ。そのお味は？うまこれめちゃくちゃうめえ。うめえって言っちゃってるもんね。デラうめえ、デラうめえ。名古屋弁が出ちゃってますね。はい、本当に高橋も言ってたんだけど、白菜と肉がめちゃめちゃ合う。あと白菜とこのごまが合うんだろうね、きっとね。一緒に食べるのがもう本当に美味しいです、うん、続いては白菜鍋の主役のスープをいただくことに。あ、あったまる。これちょうどいいですね、今この寒い時期にしっかりとこの温かみをね、これで取って本当に酸っぱさもあって冬場にぴったりな白菜鍋のスープ。さらにオーナーさんが裏メニューの手作りシャオピンの美味しい食べ方を教えてくださいました。モンゴル風のサンドイッチという。これはうまいね。これは絶対うまいよ。絶対うまい、絶対合うもんね、うん、いただきます。いや、これはたまんないやつだよ。こっちは結構食べ切ってから言え。美味しすぎてね、美味しすぎて喋りたくなるということで、あまりの美味しさに言葉に詰まるカズキ。ここは高橋部長、しっかりと食レポよろしくお願いしますよ。もうあぶれんばかり入れますよ。え？OK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 O
そのお味はいかに？なんで今見た？どう？最高。最高。カズキが今言葉が出てこなかったのが分かるわ。そうでしょ。うん、うまいよ。これうまい。本当美味しいの一言に尽きる。これは本当に美味しかったです。で、そしてこの鍋もね、特殊な鍋で、これも日本じゃないから ね。見たことないよね、この鍋ね。本当に。この方向鍋は台湾でもなかなか珍しいんだよ。もし本格的な白菜の方向鍋が食べたいときは、ぜひうちに来ていただきたいですね。なるほど。おすすめしたいね。おすすめですね。日本人の方にもぜひおすすめということで、いや本当にオーナーさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。看完节目还喜欢吗？喜欢的朋友们，如果有话要对我说，也在请在留言哦。